時間外休日労働協定、工作物の建設の事業、災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用される。災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2から6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。自動車運転の業務、特別条項付きサブロク協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となる。時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2から6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない。時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない。医療に従事する医師、特別条項付きサブロク協定を締結する場合の年間の時間外、休日労働の上限が最大1860時間となる。時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2から6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない。時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない。専門業務型裁量労働制の協定事項に、次に掲げる事項を追加すること。1、使用者は、法第38条の3第1項の規定により労働者を同項第1号に掲げる業務に就かせたときは同項第2号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。2、上記1の同意の撤回に関する手続き。3、上記1の同意及びその撤回に関する労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。対象業務告示において、銀行または証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査または分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務、M&A アドバイザー業務を新たに専門業務型裁量労働制の対象業務に追加したものであること。企画業務型裁量労働制導入事業場における記録の保存義務。決議で労働者ごとの記録を保存することを定めることとされた事項について、決議の有効期間中及びその満了後3年間保存しなければならないことを使用者に求めることとしたものであること。企画業務型裁量労働制。運営規定の作成、労使委員会の運営に関する事項に関する規定、運営規定に定める事項に、次に掲げるものを追加すること。あ、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項。い、制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項。う、開催頻度を6ヶ月以内ごとに1回とすること。労使委員会の決議の届け出をした使用者は、労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況並びに労働者の同意及びその撤回の実施状況を労使委員会の決議の有効期間の指揮から起算して6ヶ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、譲渡提供する事業者は化学物質管理者の選任が義務化。化学物質管理者は、ラベル、SDS 等の作成の管理、リスクアセスメント実施等、化学物質の管理に関わるもので、リスクアセスメント対象物に対する対策を適切に進める上で不可欠な職務を管理するものであることから、事業場の労働者数によらず、リスクアセスメント対象物を製造し、または取り扱うすべての事業場において選任することを義務付けた。保護具着用管理責任者の選任は保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。労災、業務による心理的負荷評価表の見直し、具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等、顧客や取引先、施設利用者などから著しい迷惑行為を受けた、いわゆるカスタマーハラスメント、感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した、が追加。心理的負荷の強度が、強、中、弱、となる具体例を拡充。パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記。一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例を明記。精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し。悪化前おおむね6ヶ月以内に特別な出来事がない場合でも業務による強い心理的負荷により悪化した時には悪化した部分について業務起因性を認める医学意見の収集方法を効率化特に困難なものを除き専門医1名の意見で決定できるよう変更専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更教育訓練給付金の支給申請手続き等受講予定者は特定一般教育訓練または専門実践教育訓練特定一般教育訓練等に関わる教育訓練給付金の支給申請にあたり訓練前キャリアコンサルティングを経て作成されたジョブカード等を添えて、訓練開始日の1ヶ月前までに、受給資格確認表を管轄ハローワークの庁に提出することが義務付けられている。しかし、専門実践教育訓練が創設されてから約10年が経過し、ハローワークにおいて審査の実績やノウハウが蓄積され、審査のために1ヶ月の期間を確保する必要性が低下していることから、より多くの労働者が、適切なタイミングで、教育訓練給付等を活用しながら教育訓練を受けることを可能にする観点から、受給資格確認表の提出期限を緩和し、教育訓練を開始する日の14日前までとされた。民間企業の雇用率は段階的に引き上げられ、令和6年4月に 2.5%、令和8年7月からは 2.7% となる。国及び地方公共団体、一定の場合を除く、の雇用率は段階的に引き上げられ、令和6年4月に 2.8%、令和8年7月からは 3.0% となる。雇用義務の対象外である種所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようにする。また、週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給していた特例給付金は、令和6年4月1日をもって廃止された。障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取り組みに対する助成措置を強化する。
常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間、合計数が一定数を超えている場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1000円、超過数が420人を超える場合は、420人を超える人数分は1万6000円を乗じて得た額の報奨金が支給される。